イガリショウです。今日ねブルーギル釣りに来てます。2年前かな、ブルーギルでね結構ねいい思いした釣り場があったんですけど、去年行ってね全然ダメだったんで、今回別のフィールドでブルーギル釣りやっていこうかなと思います。いい魚がね釣れるといいかなと思ってます。それではねやっていきましょう。岩盤エリアですね。まずはねポッパーで打っていきます。よいしょ、どうだろう。ちょっとねリーダーをね自作して今日やってきたんだけど、設定間違えてちょっとねキャストしづらいです。ターンが足りない感じだな。ずっとほったらかしにしてたねバスバグテーパー使ってるんで、ちょっと癖がついて使いづらい感じですね。なんかいい感じのワンドだな、ここ出そうですよ。水の色はタンニンかな、色が茶色みがかってますね。タンニンの効いた水の色してますね。うわ投げづれこれ。ちょっとさストリーマー投げてみましょうか。ギル用に作ったねストリーマー、ちっちゃいサイズですね。で飲まれてもいいようにフックシャンク長いものを使ってます。今一瞬当たりましたね。よし来ました。バスかな、すごい引くな。ブラックか、引くぞこれ。引くな、うお、えギル、これギルだな、すごい引くギルなんだけど。いやちょっと待ってくださいよこれ、ちょっと待ってくださいよ。でかい。やばいギル釣れました。うわちょっと待って、手がねアドレナリンが出て震えてます。いやよくね海外の外人さんが持ってるサイズのブルーギルですよこれ。やばいです。あでも24センチとかなんだなこれ。よし来ましたね。なんだ今度は、バスかギルか。バスっぽいな。うん。そんなにサイズ大きくなさそうだけど引きますね。あ、深いところのバスっていうのはいいですね。おお。ちょっと痩せてるけどね、元気なバスが出てくれました。ありがとう。今釣れた場所はね、岬の先端ですね。岬の先端にフライを通してシャドウで待ち受けていた魚が食ったような感じでしょうね。最近ねよくポーラーファイバーっていうねマテリアルを気に入って使ってるんだけど、
ポーラーファイバーで作った新しいね、別のパターン。このパターンがまたね、動きがいいんで、まあ、シーバスなんかでも使ってるんだけど、今のところね、シーバスでの実績がないんで、バスにも効くのかどうか。で今のところね、さっきのブルギルもそうだし、さっきのバスもそうだし、一緒にね、調校している青地さんもそうなんですけど、岸際がやっぱ反応あるみたいなんですよね。で僕がさっきギル釣ったところもそうなんですけど、こうオーバーハングが上にかぶさっている岸際が特に反応があるんじゃないかなっていう感じしますね。なんか釣れてる、なんか変な引きしてたんです。うわ、しかもギルだこれ。あ、バスか。え、ギル、ギルだ。うわ、またいいサイズですよこれ。またいいサイズのギルですよこれ。いや、ちょっと待って、見、わ、でかでかあ、25超えました。26センチ。そう、俺もメジャー持ってくればよかったな。なんとなくね、ネットには何センチっていうのは書いてあるんだけど、ありがとうございます。すっごいやばいですねここすごいでしょ。やばいですね。わー、すげえいいっすよね、なかなかあ、でもやっぱ26だ。あ、26だな。いや、俺もこれ作ろうかな、ギル用ギル用ですもんね。くそ、終わった、終わった。うわ、引く。これはなんだ、ギルだ。うん、うわ、引くなここもギル引くな。よし、うん、これもでもね、多分普通に20センチぐらいあるはずなんだけど、さっきの見ちゃうと小さく感じますね。この朝日にすごい綺麗だね。じゃあジョインテッドミノ打っていきましょうか。ちょっと重めのフライですね。このタックルでいけるな。ちょっとオーバーだけど、なんとかいけそうですね。ジョインテッドミノにこれはね、ダンベルワイをつけてキールスタイルになってます。マジか。うう。いや、ジョインテッドミノ着水と同時に食ってくれましたね。うん。オッケー。うん。なんかここのバスはみんな細いな。ジョインテッドミノ丸飲みしてますね。オッケー、ありがとう。
ジですね。うう元気だ。ううりますね。よし、おいで。うん。オッケー。うん。岬出るか。急に風が吹き出しましたね。このタイミングでちょっと風強いな。トップやりたいけど。よしと思ったらゴミ？違うな、魚だよな。なんだなんだ、え、ギルか？バスか。なんか茶色いけど、ギルじゃない？あ、バスだ。おい。いや、ここまでね、釣れると。でもアベレージなんだ。ありがとう。うわ、丸飲み。いや、キュアリーも釣れるけど、ポーラーファイバーの威力ってやばいのか、これものすごい釣れるぞ。出てた。なんかフライねえなと思ったら出てましたね。よし、乗りました。うう、引くブルギーさん、また20オーバー。枠が25センチですからね。いや、でかいですよ。ふわっと。いい出方。あ、バスだ。ギルじゃないのか。いやー、ドキッとした。サイズはね、ちょっとあれですけど、サイズアベレージより小さい。いや、ドキッとした。ありがとう。いい出方したからね、すごいびっくりしました、ね、使ってるのはね、ちっちゃいブルギリ用のヘアバグ、うん、出てくれたことに感謝ですね。ありがとう。はい、今回ね、珍しくね、いい釣りさせていただきました。でブルギリに関してはね、自己新記録を大幅にね、更新するようなね、いいサイズ釣れて、こんな出来すぎた釣り何年かに1回しかないんじゃないかなっていう釣りができました。でラージに関しても、まあ、持ってきたストリーマー全てで釣れましたんで、私はね、もう何の迷いもなくね、ソルトフライの方に専念できるかなっていうところです。まあ、また、まあ、機会があればね、もちろんバスもやりたいなと思ってますけど、またいい魚ね釣れましたら動画の方ね、アップしたなと思ってます。それではね、また。